聖書、コリント人への第一の手紙、9章19節から23節、新約聖書の266ページ、聖書朗読者は坂部姉妹です。メッセージは、共に仕える教会と題して、小岩先生に取り次いでいただきます。 読みいたしますコリント・フィトへの第一の手紙、9章19節から私はすべての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために、自ら進んですべての人の奴隷になったユダヤ人にはユダヤ人のようになったユダヤ人を得るためである立法のもとにある人には 私自身は立法のもとにはないが、立法のもとにあるもののようになった。立法のもとにある人を得るためである。立法のない人には、私は神の立法の外にあるのではなく、キリストの立法の中にあるのだが、立法のない人のようになった。立法のない人を得るためである。 弱い人には弱いものになった、弱い人を得るためである、すべての人に対してはすべての人のようになった、何とかして幾人かを救うためである、福音のために私はどんなことでもする、私も共に福音に預かるためである、以上です。お祈りをいたします。 主イエス・キリストの父なる神様、尊き主の皆をあがめ、私たちの罪のために十字架におかかりくださり、しっかりよみがえられ、今も父なる神の右にいて、取りなしてくださるイエス様をあがめて、感謝いたします、精霊が注がれ、そして私たちに新しい命を与えていただき、 あなたに近づき礼拝を捧げることができますことを感謝いたします、えー、今日は礼拝の後教会紹介が行われることでございますどうぞ主が私たちをお導きくださり私たちの先頭に立って私たちの歩みを一歩一歩お導きくださるようにお願いいたします この地にあなたが教会を建てエクサム先生また小倉先生西田先生また信仰の小先輩方々をお立てくださってそして私たちもそれぞれ、えー、加えていただきましてキリストの体に加えていただきそして共に主を礼拝し主に 使えるるここととができることを感謝いたします神様どうぞ、私たちの信仰生活、また教会生活がと整えられ、またあなたに喜ばれる歩みができるように、またこの非常に難しい困難な時代、また先の見えない時代、どうぞしっかりと御言葉に固く立ち、 そしてこの世にあって、教会が地の地を世の光,光としてしっかりと歩んでいくことができますように、そのためにあなたは今日お言葉を持って、私たちを整えてくださることを感謝いたします。ご恩からも持たれます総会の上にも、どうぞ、主が導いてくださるようにお願いいたします。一切を主の御手においだねし イエススキリストのおお名前によってお祈りをいたしますアーメン礼拝の時によくですね、あの聖句一句を取り上げまして、この聖句はぜひ覚えてくださいというような言い方をしますが、き、まあ、今日もそこからお話を進めていきたいと思うんですけども、このコリント・ビトへの手紙の 第一の手紙の9章の23節、福音のために私はどんなことでもする、私も共に福音に預かるためであるという、このお言葉が、が、ま、あ今日の礼拝説教の聖書のお言葉だけではなくてですね、二、まあ、つの意味がございます。一つは私たちののの横浜栄光教会の2015年の この教会の与えられた聖句として受け取っているわけですね。方針は共に仕える教会ということで私たちは、えー、キリストに仕えてきたわけでございますがなお一歩前進させて2015年仕えていきましょう仕えていく時に私たちのこうスピリットとしてはこのお言葉が合うなと。 福音のために私はどんなことでもするです、ね。どんなことでもする私も共に福音に預かるためであるという、この聖書の言葉を神様が私たちに、まあ、今年度、2015年度与えてくださったお言葉と受け取っているわけでございます。でもう一つは、まあ、私たちが属している、まあ、130余りあるですね、教団、日本イエス・キリスト教団の、まあ、教団の標語も、 この箇所から、あの聖句からあの取ってるんですね。まあ、標語は、共に福井に預かるために、まあ、サブタイトルでビス、えー、ビジョン、えー、2021です、ね、ごめんなさい、2021、3年目という、うんまあ、この教団の標語なんでありますけれども、ですから、同じ、この、コリンとビトの手紙の、第一の手紙、九章の23節から、 ことし1年進んでいこうということなのでございます。どんなことでもする、どんなことでもする、一生懸命するということでしょう、何事でも一生懸命している人の姿は、まあ、美しいものでありますね、スポーツでも、芸能でも、勉強でも、一生懸命。ねまあ、その人自身も 充実していいると思います逆にそういうこう打ち込むものがない何かをこう熱心にするものがない、まあ、目標がないというときにどんな人でも、まあ、それは小さなお子さんでありまた年配の者のでありとです、ね、年を取った高齢の方だとしても やっぱりこの一生懸命するっていうものがなくなってしまったならばやっぱりもう生きる意味も目的もなんか希薄になりまさに怠惰もうその時ただまあただだだだらだら生きているというように、まあ、なりがちではないかですねこれはまあ信仰という面だけではなくてよく言われるわけですね。 やっぱり目標を持って何かこう一つのものに打ち込んでいくものがあればその人のこう人生変わっていくそうじゃない人っていうのはやはり、まあ、いろいろまあ問題が起こってしまうまた生きる意欲がない非常にこう怠惰なだらしがない生活になってしまうということが確かにあると思うんですねじゃあ自分にとって一生懸命できることって何だろうか いいやいやそれは仕事ですよ、ね、本当に充実した仕事をしてます、勉強です、ね、一生懸命勉強して、まあ、勉強が面白いですという方も、まあ、いらっしゃると思いますね、まあ、子育てです、いやいやいや、孫のです、ね、お世話ですとかですね。 えーまあ、趣味の、ね、音楽ですとか、まあな,んまあ、なんでもいいわけでございますが、でも今、私が申し上げたことは、やっぱりこの人生の部分部分なんですね、やっぱりあるときにはできなくなる仕事も、えー、やっぱりですね、えー、退職をしなきゃいけない、えー、体が動くときはいろんな、そういう他の方もお世話もできたけど、逆になってしまったとかね、いや、私には能力がありません、ねまあ、引っ越したらね。 何かちょっといろんなことでこう引っ越しをしたらそれができなくなってしまいましたとかですねやっぱり今申し上げたこう充実した一生懸命するということがやっぱりこのまあ年代によってまた男女の違いまあいろんなことでこうやっぱ長続きしないですね。 やりたくてもできないとか、まあ、いろんなことなのでございます。そういう中でパウロは、これはどんなことでもするって、この、まあ、ある意味は一生懸命するということを、ここでは、福音のためにと言っていますね。福音のために。福音のために私はどんなことでもする。福音のために私は一生懸命するっていうのは、これは、 福音を聞いて、そしてイエス・キリストを信じ、そして教会にいるものは、誰でも、えー、どこでもすることができるんですね。生涯、本当に大切に一生懸命できることが、この福音のためにということなのであります。 福音のためというのはもっとわかりやすく言うならば、この良い訪れ、良き知らせですね。神様からの良い知らせ、グッドニュースのことですね。そしてこの神様からの良い知らせ、グッドニュースというのは、このイエス・キリストの救いのことであります。ですからわかりやすく言うならば、そこを置き換えて言えばいいんですね。 イエス・キリストの救いのために私はどんなことでもするイエス・キリストの救いに一生懸命になっているということでありますイエス・キリストの救いに一生懸命になるというのは誤解してもらっては困りますが他の宗教のように自分の救いのために難玉行をすること また難しいですね、宗教的な教えをですね、ちゃんとまあ勉強しまた必死,に必死にこうやって、まあ、社教のようにですね、こう暗記して、そしてそのことをこう実践していくこと、そういうことがこう一生懸命ではないというのは皆さんもお分かりだと思います。イエス・キリストの救いというのは、自分がそのような形で一生懸命やって、 どんなことでもするということでその救いを獲得したのではなくてイエス・キリストの救いですからイエス・キリストの十字架と復活を信じることによって罪が許され義とされて救われたわけですね神様に救っていいいたただととうことなんでありますですからイエス・キリストによって神様から救っていただいたというそのことに こう一生懸命になるそのためにどんなことでもするということでありますその救いを、えー、感謝して受け取るだけでありますそして受け取った後その救いを、まあ、粗末にするまた、まあ、簡単に捨ててしまうってことはないのでありますよね、えー、イエス・キリストの救いをいただきました 福音を聞きましたそして、その、救いを、一生懸命そのことを、まあ、行っていくということなのであります。救いというのは、まさに救いですから、自分が救われたことですね。えー、海や川で、 えー、溺れているですねで溺れている時に、えー、こう救命胴衣がこう投げ込まれたでその,その溺れる中こう救命胴衣をつけたそしてそこでプカンといてまさに救われたですね救助されたということですよね決してあの自分が多少泳げ,泳げるかもしれませんが自分の泳ぎによって、まあ、救われたんじゃないですね多少泳げてもやっぱり溺れてしまうわけですから その救命胴衣によって救われたときに、その救命胴衣を今申し上げたように粗末にするのか、簡単に捨ててしまうのかってことは絶対にないと思いますね。そして、他の方も何かこう、ね、溺れかかっている。いやいや、わしは少しですね、あの、あんたよりも泳ぎはできるから救命胴衣はいらんよ。ね、一生懸命泳いで岸にたどり着くんで、いや違うでしょ。 もうこの、私が今来ているね、この救命同意によってね、本当に溺れなくて、そして救助されるんだから、あ、ここにあなたも救命同意あるから、どうぞ救命同意をつけてください。救命同意をつけなければ救われませんよ。もうぜひね、もうそんなこと言わないで、えー、まあ、その人から見たらひょっとしたらありがた迷惑、余計なおせっかいかもしれませんよね。 いや余計なおせっかいと言われたって、もうとにかくね、溺れちゃ困りますから、あなたも救われなきゃいけませんから、救命胴衣をつけてくださいという、そういうことです。これがこう一生懸命する、大切にする、どんなことでもするということなんですね。これは誰でもできるですね。ね まさにこの言葉ですね。福音のために私はどんなことでもする。私も共に福音に預かるためである。まあ、この後者の言葉。私も共に福音に預かるためである。っていう、えー、このこともそうですよね。自分も預かっている。あなたも預かってください。私も救命同意で、えー、ね、本当に救われたんです。あなたも救命同意をつけてください。しっかりつけてください。 え、救難の話をしてるんじゃなくて、救命同意というのはイエス様ですよね。イエス・キリストのことを言ってるわけですから、イエス・キリストのことなのでありますね。そ,そ,そして、この御言葉を、私たちはこの、第一コリント九章のこの前後関係の中で、やはりきちっとこう、受け取っていきたいと思うのであります。まあ、聖書というのは、まあ、印象で、また一句だけ取り上げて、あ、わかったわかったっていうなりがちですけれども、やっぱり私たちは、 この聖書のこの前後関係を読み取っていく中でこの23節の言葉をしっかり受け取っていくということなんですねそして来週の,あの礼拝説教もこの24節からこう後半のお話を来週することにしていますどうしても1回でお話しするもうその分量ではないので今回分けたのでありますねそしてえまあ今日も時間内でえ皆さんとご一緒にこの箇所を 学び取っていきたいんでありますが、この一段落、19節から23節のこの一段落の最初の言葉私はすべての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために、自ら進んですべての人の奴隷になったという、この最初のこの言葉がですね、まあ、結構大事な言葉なのであります。 自由っていう言葉が出てますね。で、もう一つ三行目に奴隷という言葉になっています。私は自由であるが奴隷になったって言ってるんですね。不思議な言葉ですね。自由なのに奴隷だ。で、その奴隷っていうときに、自ら進んで、 奴隷になった。奴隷っていうのは、まあこの時代もその奴隷の人がいたわけですね。主,主人の、まあ使える、ね。会社勤めという程度じゃない。その、奴隷の命、財産は主人のものですから、何かいろいろあったら、その奴隷を、まあ殺すこともできた。ね。そして奴隷を売買することもできた。これは奴隷っていうことですよね。えー 自由なのに、それも、自ら自分で進んで奴隷になった、というわけです。で、だ、誰が、誰が、私は、私はですから、パウロですね。そして、その、奴隷となったという具体例を、二十節から、ユダヤ人にはユダヤ人のように、 立法のもとにいない人には立法のもとにない人のように弱い人の人には弱い人のようになったというこういう言い方をしているわけでありますね。で、この、えー、と自由なのに、えー、奴隷になったというここなんです。ここはやっぱりきちっとこう説明していかないといけないんでありますね。このの自由というのは 今私は、あの、奴隷制度というようなことで、まあ、社会的、政治的な、まあそういう、まあ自由っていうね、まあ奴隷という拘束されるというようなことを言いましたけれども、でもパウロはここで言ってるのは、そのような社会的、政治的なことではないんでありますよね。私たちはキリストを信じることによって自由になった。 キリストの救いに預かって、私たちは罪から、罪の奴隷から自由になった。えー、イエス様が、真理はあなた方を自由にすると、ヨハネの福音書8章32節で言っています、えー。あなた方は自由になったんだ。私を信じることによって、奴隷から自由になった。すごいですね。えー、 信仰生活、なんか窮屈じゃないのね。決してそうじゃない。なんか窮屈で、だったらですね、こんなもう信仰生活長,長続きはしてないですね、私は。皆さんもそうだと思います。自由なんですね。圧倒的な自由。ガラテヤス首脳の手紙には、 自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのである。だから固く立って二度と奴隷の首引きにつながれてはならないと言っています。キリストによって解放された自由になった。これが今申し上げた、社会的な、また政治的な、こう、人間のね、階級のような自由という意味じゃなくて、まさに人間としての自由ですよね。罪からの自由。そして、立法を 行わなければ救われないということからの解放つまりさっき申し上げたように何か自分の罪に気がついたならばあこの罪を帳消しにするために一生懸命いいことをしなきゃいけないいや天国,た天国行くためには少しはねマシなことをやらないとこんなことばっかりやってたら天国行けないよねだったらちょっとマシなことをやって天国に行こうというこの周りにはですよね支配されている拘束されている。 そのようなものにがんじがらめになっている。まあ、聖書的に言うならば、立法を行うことですね。行って救われるという、そこからの自由。だからこれは、まあ、あるいは人間としての自由信。信仰による自由なんですね。で、その自由を得た。そしてこの自由っていうのが、そのようにキリストによって自由なものとされたので、19節ここでは、 すべての人に対して自由であるが、すべての人、人に対して自由だ、ということなんです。皆さん、人に対して自由っていうことを考えたことあるでしょうか私は、イエス様を信じて、これが与えられたっていうこと、本当に感謝しています。人に対して自由。 つまり人に対して自分が自由ということはどんな人に対しても、まあ、簡単に言いますと偉そうにする、威張る、ね、えそしてなんか自分の立場というか,立場っていうか権力を利用してちょっと生意気だからなんかちょっといじめてやろうかな。 っていう、まあ、いわゆる人を支配するという、そういうことですよね。これ自由じゃないですよね。自分のそういうものを利用して、人を支配しようとするということです。いやいや、私はそんな、あの、なんかね、意地悪なこと言いません。逆があるわけです。逆。えー、自分の立場が弱い。うん、だから、ちょっとこびる。ですね。おもねる。 ご機嫌と利用するです、ね、この両方から解放されるこれは社会でもそうですよね家族でもそうですよねまた結構意外と親しいお友達関係ってこれがもう顕著に出てくるわけですよねちょっと何かその方の学歴聞いて「ええー、となったりなんかちょっと優越感浸ったりっていうのは。 自由じゃないですよね。がんじがらめに人間関係にです、ね、これが今申し上げた、貴金な例だけではなくて、人種とか民族とか、あと階層ですよね。そういう非常になんか立派な階層、いやそうじゃない庶民階層とかね。まあそういうことでも、がんじがらめになっている、そこから解放されたっていうのはこのすべての人に対して自由なんです。 そんなこと考えたことありますかキリストを信じ、罪を許され、そして、神を信じ、ある意味では神をですね、本当に恐れかしこんで生きていくものっていうのは、どんな人に対しても自由だ。生ける誠の神以外に恐れるものはないのであります。かといってなんか、今申し上げたように、 偉そうにすることもないですよね。だってそんなことする必要ないわけですから、逆にいろんなことで、卑屈になる必要もない。でも、社会の中ではそうじゃないんですね。これに散々痛めつけられ、苦しめられ、そして人を恐れている。人に対して何の自由でもないですよね。今 親しい関係の中でもそうですね。人を恐れる。人を見くびる。人に対しておもねる。ご機嫌取りをする。だから本当の人間関係ができないですよね。民族同士でもそうですよね。力関係とか。ところがパウロはここで驚くべきことを言うわけです。私は全ての人に対して自由だ。 全ての人に対して自由だ。で、その全ての対して自由だ。自由だったら、好き勝手に自由なんだから何してもいいだろう。ね、あんたとは関係ないよ。自由なんだよ。あなたに言われる筋合いないよ。私は自由なんだよ。っていうことを言ってきますかこれは自由の大きな勘違いですよね。自由の吐き違いですよね。 で、パウルは、今、私が申し上げた、すべての人たち自由なんだから、あんた方とは関係ないだろう。私は誰に対しても自由なんだ。で、何か、まあ、偉そうなことを言い始めたのではなくて、この次の言葉。自ら進んですべての人の奴隷になったという、ここになったわけです。ここに奴隷が出てきたんです。私たちは、 キリストにによっって自由になったもちろん私たちはですねいろんなこう社会の中で自由じゃないですよね皆さんもまた教会から離れて、えーね、いろんな仕事場とかいろんなとこに行った時にご近所付き合いとかいろんなとこに行った時にこのことがもうぶつかってくるわけですよねもう人間的な駆け引きといいましょうかそういう決して自由じゃないもうがんじがらめですよね だけどがんじがらめなこの社会の中で、それに振り回されないで、確かに悩んだり、苦しんだり、痛い思いしたり、ひょっとしたら自分もですね、何かそういうふうにこう人を傷つけるようなことをしてしまう、その危険もあります、社会の中で。でも、そういう中で、私たちはすべての人に対して自由なんだ、すごいことなんですね。 そしてその自由を何のために使うかというと、自ら進んで、全ての人のために奴隷になったというこの奴隷。奴隷というのは使えていくということであります。得た自由によって、逆に奴隷になっていく、使えていく、人に使えていく。そしてその人に使えるのは、さっき言った人間関係、仕方がないから。ね。 言われいや,やらないと何か言われた後でいじめられるからあまあ逆もあるかもしれませんねなんか自分のそういう力権力を用いて「お前」なんてね「働けやれ」「旧約聖書の中に売られてきた奴隷がその6年したら解放するという制度があるんですね新明記の。えー 7章にあるんでありますが、あごめんなさい。えっ、ー、と、15章にあるんですけど、開かなくても結構ですが。で、その、いわゆる年期奉公明けと言いましょうかね。まあ、デッチ奉公見たく、その6年間主治に使えて、7年目は解放される。そして、働いた、まあ、そういうこう、成果というものを持たせて、そして、自由にさせる。で、その時にその、奴隷だった人が、いや、あなたを、 の元を離れたくありません。ここ、をう書いてるんですね。しかしその人が、あなたと、あなたの家族を愛し、あなたの一緒にいることを望み、私はあなたを離れてされたくありませんと言うならば、あなたは霧を取って、彼の耳を戸に刺さなければいけない。そうすれば彼はいつまでもあなたの奴隷となるであろう。自由なのに。もうね、あ,あなたは奴隷じゃなくていいよ。 お金もあげるし、働いた成果もあげるから、もう自由でね、好きなとこ行きなさい。全く私のことはもうね、関わらなくていい。って言ったときに、その奴隷だった人が、いやいや、私はあなたを愛します。あなたの家族を愛します。あなたの一緒にいることを望みます。そして、あなたから離れたくありません。まあ、奴隷のままで結構です。これなんです。自由ですよね。愛のゆえに。 主人を愛する、主人の家庭を愛するゆえにお使い、まだお使いします。なんの拘束もされてない。で、自らそのことを志願してで、その奴隷っていうのは、この耳にね、この穴を開ける、まあ、なんかピアスみたいなもんですね、まあ、ピアスかどうか知りませんけども、なんかその印があるんですね。旧約聖書の中にこのように、奴隷といっても、そして同じ仕事をしている奴隷の中にも、2種類いた。 もう強制されて、どっかに、えー、からね、捕まえられて、そして奴隷にされた。まあ、もう嫌だよ。本当にこの主人、ね、仕方がないから使えてる。本当は嫌なんで早く解放されたい。もう主人の顔を見るのも嫌。という形で、でも、ね、なことを顔に出したら、もう怒られるから、はいはい、わかりました。はいはい、わかりました。って言って使えてる。同じ忠実に使えてても心はそう。でも片方の、 奴奴隷隷は今申し上げた愛の奴隷ですよね本当は使えなくてもいいのに、本当は自由になって主人のもとを去ってもいいのに、主人に愛されてるから、主人と一緒にいたいから、主人の家庭と一緒にいたいから、なお自分で志願して、奴隷となっている、この奴隷がいる。で、その後者の奴隷がこの、自ら進んですべての人の奴隷となったという、ここなんです。ですから旧約聖書の中にそういうい まあ、生徒と言いましょうかね。そういうものがあったのでありますね。で、そういう中で、この自ら進んで全ての人の奴隷となった。皆さん、奴隷ということを考えるときに、今申し上げた例もあるんでありますが、もっと私たちの心にはっきりとこう見えてくるのはイエス・キリストですよね。イエス・キリストが奴隷となられた。イエス様ご自身も言っています。 人の子が来たのが、人の子が来たのも、使えられるためではなく、使えるためであり、また、多くの人のあがないとして、自分の命を与えるためである。だから、イエス様ご自身が、使えるために来た。その使い方っていうのは、自分の命を与えるような使い方をなさった。だから、イエス様がまさに奴隷ですよね。自ら。 イエス様は仕方なくもうしょうがないな人類を救わなきゃいけないからもうしょうがない本当は嫌なんだけどってってこの世に来られてね十字架に着いたのか違いますよね愛するがゆえに自らそのことをなさった。 キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わずかえって己を虚しくしてしもべの形をとり人間の姿になられたその有様は人と異ならず己を低くして死に至るまでしかも十字架の死に至るまで従順であられた従順というのはまさに奴隷の証拠ですよね従順に従う神であるお方が己を ししく低く低てのの形奴隷の姿になったこれがキリストだというわけですですから私たちにとって奴隷っていうのは、まあ、どっかからね探し出してくるんではなくてイエス様イエス様がまさに聖書でいう「しもべ」奴隷としてお使いになったじゃないかということを抜きにこの奴隷っていうことを思うことはできないのであります。 この2つが大事なんですね私たちは人間関係自由になってんです考えてたことあるでしょうか自由なんです自由だから権力を振り回す必要もないし逆におもねること媚びを売ることも必要ないんですねでも私たちはこの両方何、ね、かあったらちょっと 権力側についてなんか偉そうなこと言ったり、なかあったらなんかね、媚、えー、こびたり、ご機嫌取りしたり。もちろん人間だからあるでしょう。社会の中ではそういう駆け引きの中で多少やんなきゃいけないってことも、まあ多少わかるんですね。社会、社会の、そのね、先生そんな甘いこと言っておられませんよなんて言うと思います皆さん。でもそうだけど、そこにもう巻き込まれてしまう。もうそのような生き方しかできなくなってしまう。 自由なんでありますね。じゃあ、その自由っていうのを私たちは自ら進んで全ての人の奴隷となったっていうこの奴隷がさっき言ったユダヤ人、そしてこのキリストの立法のない人たち、弱い人ってこう具体例になったわけです。で、これパウロのことですよね。シモペとなったというのは決して人間的には超えられない人たち。 ちょっともう、そんな、あの、使えるなんていうな、な、甘いこと言ってられない。人種、民族、階層、習慣の対立、関係。例えば、パウロにとってみたら、ユダヤ人。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった、とありますよね。ユダヤ人から見るならば、パウロは裏切り者ですよね。日本人にとってみたら、何それ外国の宗教じゃないの安教じゃないのとかね。 全然違う、ね。あんたはあっち行っちゃった。もう関係ないよ。村八部ですよね。ユダヤ人にはユダヤ人。これも簡単なことじゃないですね。この私、パウロにとってみたら。いやいや、私もユダヤ人です。もう同じ、ね、そういう結族関係の中に生まれています。私は立法のちゃんとした学校も行ってます。よく分かってますよ。何言ってんのあなたユダ,ユダヤ 今日じゃなくて、今、キリスト、クリスチャーになったんじゃないの、関係ないよ、むしろ、のーって言われちゃうってですよね。違法人、違法人にとってみたら、また逆ですよね、なあなたはユダヤ人じゃないの、かつれ向けてるんでしょう、ね、外国の神様でしょ、<laughs> 関係ないよ、私たちは、私たちは私たちの、違法人そうですよね。 立法、立法は私関係ないよ。関係ないよって言われるわけです。ですからこのユダヤ人に対しても、このキリストのね、立法の外にある人にとってみても、ただ単に仲良くしましょう。一緒にやりましょう。じゃあ、そんなもう無理なんですよね。もう無理。超えられない大きな壁があるわけです。無理無理そんな。 もそんなことです両方とも。でそこに入っていけるのはそこに入っていけるのはパウロが言ったこれですよ。私は自由なんだけど自ら進んで奴隷となっていくというその入り方なんだ。その奴隷の入り方っていうのは今申し上げたことなんですねイエス様。決して人間関係なんかのそういう,こうやり取りの中で入っていくわけじゃなくて。 キリストにあって自由なんだけども本当に使えていくこれはパウロ先生だけじゃなくて私たちもそうだと思いますじゃあなんでじゃあそういうねもう絶対にこう相いれないような人たちの中に入っていくのかそれはこの22節の後半何とかして幾人かを救うためであるっていうこの言葉ですよねさっきの えー、救命同意の話ですもうユダヤ人も異邦人もね男も女もないもうとにかく福音によって、ね、よく神様からの良き知らせイエス・キリストの救いによって、えー、私は救われたってわけですよねでこの救われたのはユダヤ人だからねちょっと頭がいいからあどうかじゃないただキリストによって義とされ救われたそしてそのことをもって なんとか幾人かを救う救ったってパウロ先生が自分で救うんじゃなくて福音をお伝えするあなたも救命同意つけてくださいよでつけてくださいよって言った時に今言ったようにいろんなこと言われるわけですユダヤにとってみたらキリストなの関係ないよね異邦人にとってみてもそうですよねなん外国の神じゃないからんな知らんよって言われちゃうそういう中で幾人「人何とかして幾く人かを救うためである」 パウロ先生は全世界を視野として、そして地の果てまで福音宣教を行っていった人でありますが、でもこの何とかしていく認可を救うというこの言葉は、なんか遠くにいる人じゃなくて、身近な人のことを言ってるわけです。お分かりだと思います。そして身近な人の中に、ユダヤ人にもなかなか、違法人にも難しい、で弱い人にもですね、 弱い人っていうのはある意味では非常にこう繊細なねまたデリケートな部分がありますよねパウロ先生はある意味ではまあタフな人なんですよねまたこう宗教のこうねそういう高等教育を向けましたよね弱い人から見たら何偉そうにって思われちゃうですね あ先生だからあの、あの強い、あのね、本当に立派な先生だから、いや、私のようなものは先生関係ありませんよ、まあ、先生は先生でそうでしょっていうふうになっちゃうんですね。そういう中で、奴隷となった、自ら進んで奴隷となった、仕えたということでございます。自由なんだけども、人間関係、キリストによって自由となったもの、 いや、だからこそ、自由になったからこそ、今度は、自ら進んで、奴隷になることができる。愛を持って、キリストによってですね、このキリストというお方によって、私たちは、神に仕え、神に仕え。そして、ここで言うように、全ての人に仕えていくという。そして、その目的は、何とかして、幾人かを救う。この福音ですよね。 救いを何とかお伝えしたいでそのことのために「私はどんなことでもする」っていうこの言葉がくるわけです。どんなことでもする無茶をする <laughs>、ね、なんか自分の好きなようなことをするやりたいことをやっていくのではなくて幾人化を救うためにその越えられない壁その人間関係そういう中に本当にしもべとして。 使えていく中で、この福音をお伝えしたいということなんでありますね、そして私もともに福音に預かるためである、私も福音に預かる、私もこの福音によって救われた、さっきの例で言うならば、救命同意をね、こう、与えられたことによって、私も溺れ、溺れなくて救われたんですよ。 イエス様はよく聞きなさいそれと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きな喜びが天にあるであろう一人の人が悔い改めそして永遠の命を得たというのは天における大きな喜びである 自分自身のときどうだったのか、確かに喜んだんですけども、この大きな喜び、天にある大きな喜び、神様がですね、持ってらっしゃる、またイエス様がおっしゃった天にある大きな喜び、罪人が一人でも悔い改めるときの大きな喜び、これが福井に預かる、私もそうだ、いやいや、 私の時自分の時いや自分は本当に罪人でですねもう本当にもう救われないようなですねめちゃくちゃなものだけども「イエス様し信じて救われた本当によくぞ救われたなあ感謝だな本当にうれしいなこんなもんでも罪許されて永遠の命与えられたって言って喜ぶでも喜ぶ時に自分自身が、まあ、あんまり ピンと来てない方もいるんですね。私もそうだったんですけども。でも、仮にピンとこなくても、天においては大きな喜びがある。そしてこのことが、皆さんもそうだと思いますね。自分のことよりも、ある方が、こう、救われたときに大きな喜びがある。自分のときよりも嬉しい。これが、福音に預かる喜び、教会の喜びですね。私も共に福音に預かる。この喜びに預かる。 天ににおけるる大きな喜びに預かるで教会全体であ本当に福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われて本当に良かったいや神様が大きいにね天において喜んでくださっているというこの喜びですね。あともう一つこの「共に福音に預かる」というのは私たち自身が福音によって「 ことでありますねこれはちょっと開いていきましょう、これもあの去年何回か開いたんですけども、またあの一泊英公会でもひ、まあ、この箇所開きましたけれども、エペソビトイの手紙の4章の16節をちょっと見ていただきましょうかね、えっと、304ページです、開ける方は開いていただきまして、新約聖書の。 304ページ、エペソビトイの手紙の4章の15、16を読んでみたいと思いますが、まあ、途中ですけれども愛に、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである、またキリストを基にとして、 全身はすべての節々の助けにより、しっかりと組み合わされ、組み合わされ結び合わされ、それぞれ部分,に部分は分に応じて働き、体を成長させ、愛のうちに育てられていくのである。教会がこのキリストを土台としてこう成長していくということを言っていますよね。 皆さんもあの成長の喜び自分の子供が成長するまあ自分のお孫さんがね本当にこうだんだん成長するまあ自分との血縁関係がなくてもこのね教会にはあのそういうね小さいお子さんたちいらっしゃってもう本当に思いますよねこう成長の喜び嬉しいですよねキリストの教会が 成長していくという喜びでありますね。私たちも、私たち自身が、自分の信仰が成長する、そして横浜英語協会の信仰が成長する、そして次の世代の子どもたち、若い人たちがその信仰を継承して、そして成長していく、ですね。その成長っていうのは豊かなものですよね。一律的な何か量的な部分だけじゃないですよね。 質的なないいろんな面で豊かにこう成長していくそして私たちはその中に福音によってですねそこに預かっているわけでございますこれが「共に仕える教会」ですね今年「共に仕え」そして一人一人がそのキリストのこの死体として手足,手足としてまた建物であればどこかの部分ですよね柱だったり壁だったりですねまあどっちの例えでもいいです 体であれば、手であったり、目であったりですね、臓器であったり、人と違うわけですね。どっかにあなたのそういう、こう、えー、役割がある。建物であれば、今申し上げたことですね。目立つ人もいますね。目立たない人もいますね。大きなことができる人もいます。私のようにちっちゃいことしかできない人もいます。いいんです、それはね。それぞれ。 キリストの体なる教会に加えられて、そして私たちは、そのところでこう成長して、ですね、共に福音に預かって、成長していきたいと思います、そして、教会の完成がある、イエス様の再臨のときに、教会がキリストの花嫁として迎えられていくわけです、えー、花嫁さん、ですねこ、この教会も何回か、えー、結婚式を行いました。 本当に嬉ししいいでですすねね素晴らしいですよ、ね、そして花嫁さんが本当にきれいなウェディングドレスを着てそしてですねこう迎えられそして新しいそういう家庭を築いていく私たちはキリストの花嫁として迎えられてですから私たちは清められ整えられていくということを大切にしていくということですね。 2015年この、えー、共に仕える教会福音のために私はどんなことでもする私も共に福音に預かるためであるってこの御言葉、えー、まあ、神様からこの私たちに与えられたと役員会では受け取ってそして皆さんにもこのようにお伝えしていますこの言葉を信じてですね私たちは共に、えー、主に仕えそして去年から今年一歩具体的にですね何かこう主のために キリストのためにですね。また、福音が伝わるために何か一歩ですね。できることをそれぞれしていきたいなと思いますね。お祈りして終わります。福音のために、私はどんなことでもする。私も共に福音にあずかるためである。神様私たちにとってこの地上の生涯本当の意味で。 生きがいを与えてくださり、一生懸命できることを与えてくださっていることを感謝いたします。福音のために、どんなことでもすると。そして私たちは本当に人間関係、キリストによって自由が与えられて、その自由をもって仕えていくということを今日教えてくださり、ありがとうございます。本当にがんじがらめに人間関係、縛られておりますが、でもそういう中で、キリストによって解放され、 私たちは本当に傲慢になったり、また逆に卑屈になっているのではなくて、本当にあなたに愛され、あなたに本当に導いていただいている、救っていただいた一人の人として、本当にどこにあっても、あなたの見前に、また人の前に、本当に歩むことができることを感謝します。そそしてて、のの自由をもってどううかパウロのように、 いやイエス様のように、どうか人に仕え、そして私たちは福音を、キリストの尊いこの見救いをお伝えしていくことができるように、言葉と生活をもってお伝えできるようなものと、私たちを整えてくださるようにお願いいたします。